Peggy 18. はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。オーバーキルズウォーキングデッドの攻略解説実況動画を続けていきたいと思います。日本語字幕付きですね。今日はね、8面、ドクターズオーダーをやっていきたいと思います。まあね、いつもの探索面ですね。ちょっとタイプが違うってだけで基本は変わらないです。で、まあ、ブリゲードとの戦闘とウォーカーとの戦闘が多いかなって感じで、まあ、ラストストップクリアしたら大丈夫かな。マップもね、ラストストップに比べたら相当狭いですし、うん、ですので、まあ、サイレントキル装備、うん、サイレンサーのね、サイレントキル装備と、まあ、スナイパー、2人ぐらいいたらいいんじゃないかなと思うんですけどね。ここ、うん、まあ、スナイパーやっぱり必要だと思う、1人は絶対。という感じでね、やっていきたいなと思います。で、まあ、強いて言うなら気をつけるのは、また新しいタイプのね、コードが出てくるんで、それさえやり方ね、分かれば、そんなに大変じゃないと思う。それよりはね、コードを入れてる間、ウォーカーがね、怒涛のように押し寄せてくるんで、そこのね、ちょっとコツが必要かなと思いますんで、ぜひね、その辺の参考にしていただけたらなと思います。では、ドクターズオーダーやっていきましょう。We lost a lot of people when we had to abandon camp. And even more were wounded.Maya told me she can only help so much with what's at hand. And that's when Reyna spoke up. She said the family had made a lucky find. Drugs and antibiotics they hadn't had a chance to use before they were attacked. またレイナですね。Problem is, it's all back at the family's old base. And the brigade's taken it over, made it their own.レイナも一人ぼっちになっちゃったけど。She said that without those supplies, more will die. We're not letting that happen. 新しいキャンプで新しい家族を見つけて。Surgical supplies Reyna stashed away at the old family base could save a lot of lives. Scout out what you can and find a way into the outpost. Be careful. The brigade's likely active in the area.And gunning for us. OK, じゃあ行きましょう。うん。レイナもね、だいぶ馴染んできたって感じだよね、本当に。で、まあまあ、建物の中に入ってね、2階に上がっていくと、こっからね、もう降りていくことができるんだけど、向こうにね、すでにブリゲートが居始めるんで、ただ降りてっちゃうのも危険かなって感じで、この辺はリスニングインに少し似てますね。どこだ?いた。あの辺だね。どうするかな。やっぱりね、さらにね、上に上がってきました、これ。で、上からね、狙撃していきましょう。で、下行く人は行ってもらってね、トラップ気をつけないと、これ危ないんで。まあ、でもね、上からの方がやっぱ狙いやすいから。よし。あと2人で出てきたんでね、ちょっと。エイデン2人で来てるんで、前、回復がないからね。さあやっていこう。ドイツから狙っていくかな。結構いるよね、やっぱり。スナイパーからやっていくか。よし、じゃあいよいよ攻撃始めましょう。あ、誰か一人来たな。こいつからかな。くっちゃべりやがって。おら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 瞬殺。これも変だよね。人が死んでる、仲間が死んでるぞって言ったのに、迎撃態勢にあんま入んないんだよね。あ、まあ、どこにいるかわかんないっていう話なのかな、あの黄色い、ま、丸は。主人公たちに気づいたか気づかないかって話なんだね。警戒レベルは上げたんだろうね。スナイパー、there. もらった right there. See him? あいつ狙いたい。あー、でも、Enemy, watch out. どこだ。どこに行った?あの建物に次目指すんですけど、モールがその奥に見えてますね。あのゲートを開けたい、今守ってたのね。なんだその、わちゃわちゃしてる。おお、なんだ、トラップか。あ、もう一人入ってきたのね。リスポーンした瞬間、トラップの目の前だったとか、そういうオチ、これ。かわいそすぎる。いきなり、ヒットポイント1マスだよ、もう。まあね、生まれてすぐ
これね、公園の方までもう降りてきたんですけれども、あなた接近性ですね。おっと、なんか人形が滑り出してるのね。赤ちゃんが滑り出してるのかと思って、焦った。赤ちゃんの死体かと思って、これでやったかな。まだいる、まだいるよ。このね、上にもいるんですけど、この中にあるまたね、電源を入れないとゲートが開かないんで。まだいるね、仲間がいる。またぶら下げてるよ、ブリゲードの連中たち。なんでぶら下げるの。よし、このガソリンだね。ガソリンをこれに入れて作動させるタイプだね。よし、ガソリン入れていこう。 OK、 あと1個もう入れて。まあ入ったからいいか。じゃあ行こう行こう。これで門が開くんで入ってきますね。さあ狙っていこう。またね、もういるから、スナイプの出番ですよ。もうみんな配置ついたかな。これ行っていい感じだよね。よし、行こう行こう行こう。私がね、もうあれがないんだ、サイレンサー。ナイスワーク。You're gonna have to find a way to access the main building now. But the brigade's gonna have it carefully guarded. Good luck. Not bad. こっからね、でも実はウォーカーが入り始めるんで、まだ大丈夫ですけど。おれ、おれ、おれ、おれ。よし。あっちに上にいるぞ、一人。やれるか、あれ。あ、ナイスナイスナイス。いる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 。あそこにいるよ。そこにいたぞ、今。おーし、レイナ行った。オッケーオッケーオッケー。行くぞ、じゃあ。あとどこだ?もういいかな。この辺まででね、でも、ホード起こしちゃってると、もうすごい数入ってきちゃうんで、まあ、それで敵をね、襲わせるって手もあるんですけど、いないかな。でもまだ敵いっぱいいるね。さあどうする。進んでいこう、進んでいこう。まあちょっとずつね、慎重にいきましょう。このレイナがね、なかなかの狙撃手ですよ。ボウガンで弾をね、やっぱり集めてから行くのがいいと思いますね。弾がね、すぐ足りなくなっちゃう。おお、ほらね、入ってきた。なんで開いてんだよ、ここ。やめてくれって感じだけどね。進もう、進もう。もうね、もう、しのごの言ってる暇はないですよ。よし、これもらってこう。ちょっとでもね、やっぱり、サプライが欲しいから。物資をもらって、これ、物資経験値とかにも加算されてんのかね、取ると。わかんないけど。ここにもね、敵がこの先いっぱいいるんで、ただ、もたもたしてると、さっきみたいにね、ウォーカーがね、ワンサかワンサか後ろから来ちゃうんで、早めに攻撃を開始した方がいいとは思いますけどね、焦ってもでもやられちゃうしねっていう、なかなか厳しい状況ではあるんだけど、よし、行くぞ。ここに、ね、ブルーが一人いるんですけれども、あのヘビね。ああ、もうなサイレンサーないな。いいか、撃っちゃおうか。撃ちまくってるからいいよね、私も撃っちゃおう。ブルーが多分鍵を持ってますので、ブルーを倒した後、そこから死体からね、鍵を拾うのを忘れないようにしてください。あれ、よっしゃ、なんで生きてんだよ、お前は、それ。ダメだな、ブルー来ちゃったな。狙ってこう狙ってこう。おらおら、よし、俺が引きつける。エレナ頼むぞ。何、また誰かやられてるぞ。ブルー終わりだ。ナイス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 。ほら鍵出た。これもらっていきましょう。さて、あとは開いた、そこだ。オッケーオッケー。
まだいる。ああまだいる。あぶね。あれをね、アサルトライフルで狙ってこうっていうのは相当無理があるから。やっぱりね、あれですよ、スナイパー必須ですね。キー持ってるよ。行こう行こう行こう。でウォーカーがあの静かに来たからそんなに来なかったけど、来ちゃってたらこの上に上がればね、安全地帯にはなるんで。ウォーカーのね、ウォーカーはこの上には登ってこれないんで、上がっちゃうっていうのがね、一つ手ですね。さあ、それじゃね、中に攻めていきましょう。中ね、ブリゲードだらけです。もちろん受付のやつはやったかな。この受付がね、あのパスコードの入力装置になりますんで、覚えておいてください。ここね、はい、上に上がっちゃってるんで、ウォーカー後ろから来る心配ないんでね、落ち着いて狙っていきましょう。スナイパーだったらね、上のスナイパーたちをね、やっていかないと一発でやられますね、下手すると。あいつちょっと嫌な位置にいんな。当たれ。ダメか。しょうがねえな。前衛が上に上がってくれるまでなんとか持ちこたえていかないと、減らしていきたいところだが。くらえ。あ、こっちにいる。なんだなんだ、どっかで撃たれたぞ私。もういいや、撃っちゃえ。ダメだ。中入るか。もう中入ろう。いた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 。よし。あー、隠れた。やるな。わかるのか、こっちが狙ってるの。すげえな、ブリゲード。なんなニュータイプとでも言うのか。こっちの的が来てるってわかるのかね、狙われてるって。よし、オッケー。じゃあゲートもしばどうぞ。スナイパーいる。あぶねえ。どこだ、さっきのやつ。いたいたいた。あ、こいつはスナイパーじゃないぞ。でもいた、あいつだ。やるぞ、あいつだ。あ、違う、また違うやつだ。あ、いた、お前だ。やっとやっつけた。これでね、一安心っちゃ一安心ですね。スナイパーいなくなったんで。まあ、あとはね、敵を相当してって感じなんですけど、上に上がっちゃって助けに行こうね。で下がね、ウォーカーでいっぱいになっちゃうんで気をつけてください。あれ、いないぞブリゲード。どこ行った。助けたいんだけど、まだ2人ぐらいいたよね。よし、エデン来たな。進んで助けに行こうか。いないよね。いないはずないんだけどな。うん、今助けに行く。あー、ウォーカーも入ってきたね。うん、今行くよ。じゃあいいか。いなそうだね。 OK。 そしたらまず一つ覚えておいてほしいのが、このフォークリフト、2階のね、このフォークリフトが出口になります。なのでここを最後いろいろ拠点にした方がいいです。メイデバッグとかね、あのアイテムとか置くんなら。でこの蓋開けると番号があります。これをタイプしててください。この番号を下の装置に入れると、ここのシャッターが開くっていうですね。ここの、4312と。これがね、入力の仕方もね、ちょっといつも今までと違うんでコツがいるんですけれども、これで全部かな、2階は。お、なんだ、3342と。で、あと下の階に2つあるんで、その2つをね、なんでもウォーカーがいっぱいいる中、なんとか走り抜けて、よしよしよし、これがね、コード入力装置です。ここにまずアクチベートして、番号を入れていくんだけど、左から1234っていうボタンです。書いてないけどね。あの同じボタンを何回も押しても、1111って入力されちゃうだけなんで、1234なんで、4321だったら右から順番に4321って入れていく感じですね。あの下にいる人をね、助けに行きましょうね。入力してる間、あの入り口を誰かが押さえれば、落ち着いてね、入力ゆっくりできるんで、ここね、私が例えば押さえれば。OK。まあね、間違えてもいいから。全然、これは間違えたからウォーカーが来るとこじゃないんで、もうウォーカーいるんで。全然大丈夫、間違えても。ここでね、1人押さえてれば落ち着いて入れられるんで。
で左右のね、カウンターから飛び出していけば、出ることも入ることも可能なんでね、人間は大丈夫だと思いますよ。ここを抑える人一人いるとでも助かるかな、やっぱり。もう入れた？もういいのかな？コード入れて、これ。入った？開いたよね。よし、OK。今のは合ってたね。よし。で、開けた先に、一シャッター、一目、一バッグみたいな感じであるんで、医療キットがね。それを4つ集めて、さっきのフォークリフトのところから先に進んで帰るっていうのが目的ですね。ただ、武器バッグ今、もう見つけて持ってると、メディバッグじゃないけど、医療機器のバッグ4つあるんで、1個は絶対置いていかないといけなくなるんですね。それがね、難しいんですけど、まあまあ、でもね、大丈夫なんで。よし。じゃあね、中に入っていきましょう。これですね。これが一つの医療バッグの一つです。こんな感じで、クーラーボックスみたいなのに入ってるんで、各開けたシャッターの先のお店から取っていきましょう。で、今回の場合は特に武器のバッグとか手に入れちゃってるんで、誰かはその手に入れたメディバッグをさっきのフォークリフトのところにポイって置いて、帰ってくるっていうのがいいですね。そうじゃなかったとしても、フォークリフトのところに手に入れたバッグをね、一回ポイって置いてきちゃうのが安心です、やっぱり。下でね、ウォーカーに囲まれて死んじゃうと取りに行くの大変なんですよ。本当に。ここで持ち歩いてね、フラフラしてる必要はない。ね、メディバッグ持って、だって、新しいメディバッグ見つけたって持ってこれないからねって話。だから手ぶらにしていかないとダメですね。ここ、一個は、ガレージみたいなところが一階にあって、こうちょっと奥が深いから分かりにくいんですけど、このね、ガレージの方に行って、搬入口だよね、きっと、お店の。ここにあります、もう一個。これで全部だね、私一個置いてきたからね、すでに。うん。よし、じゃあ行こう。もうここに用はない。行きましょう。囲まれちゃう前にね、行かないとまた厄介だから。やばい、あっぷね。うら、こういう時にね、フラッシュボムとかを強化してあると非常にね、使い勝手がいいんで、効果時間が長いんでね、脱出とかに役に立ちます。そうじゃないとね、やっぱさすがに囲まれちゃうと身動き取れなくなっちゃうんで、作っときましょうね、フラッシュボム。よし、 OK だ。でフォークリフトの先も一緒ですね。シャッターを開けなきゃいけないんだけど、クランクの修理だと思いますね、これ。それ以外のが出たことないんですけど、うわーここもね、この隙間からいっぱい出てくるんですよ。無限脇なんで、もうどうしようもないですね。まあ、倒しとくとそれなりにね、時間稼げるけど。で、バッグを、やっぱりまたね、どこかに置かないといけないんだけど、私のおすすめは、下のシャッターの、クランクと反対側の一番関係なさそうなところにね、ポイって置いておくと取りに来やすいです、うん、なのであそこですね、右奥、あそこが一番、うわーいっぱいいるやばいな、これもうさっさと動かないと。ここはね、2階が安全地帯じゃないんで、1階も2階も動き回らないといけなくなりますね、最後。よし、行こう。とう、うわ、ブローダー、あいった、あっぷね。あそこにベルトあったね、今。ベルトあった。よし。お、またワープした。なんだ、今のは。面白いな。ここにね、アイテムとか武器バッグとかね、置いとくといいです。で、あと一つ覚えておいてほしいのが、このエスカレーターのとこ。ここね、安全地帯です。なので、もう本当どうしようもなくなったら、あそこに入って、みんなのリスポーンを待つっていうのがね、一つ手ですね。いや、今ね、通ったところの死体に、実はね、ブリッジャーのね、解放を、のアイテムが落ちてる一つの条件の場所なんで最悪これベルト修理しなきゃ、ちょっと修理する時間あるかな。クランクまず回さないとだよね。無理、絶対無理、誰か助けがいないとダメだ、これやばいな、これは無理だ、ちょっとどうしようもない。
誰か死んでるよ。助けた方がいいんじゃないこれ。ブリッチャーのね解放動画もぜひ見てください。日本語でね分かりやすく説明してるんで、もうやだこれね本当だ、やだよねっていう話で、あなんかあるある、そうこれね、こんな感じのがねさっきの下のところにあるんで、ブリッチャーの時はねあれを取ってブリッチャー解放ですよ。ブリッチャーはねなかなか強いですよ。これね持って帰るから、やばい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 、持たせてよふざけんな。これね最低の場所です、最低の場所に置いてくれましたウォーカーが無限湧きするすぐ横に置いちゃったの、この人よく知らないで。だと取るにしてもどうウォーカー無限湧きじゃねえかっていう話で、とりあえずこいつら一掃して時間差がね次湧くまであるから、その間になんとかね運びましょう。最悪だねこれ本当に。 OK 行きましょう。でバッグをとにかく置いて安全を確保して、みんなも下で頑張ってるみたいだね。ピストン輸送だね、回復しとこう、回復ちょっとでもバンテージこういう時便利だよね。これ周囲しちゃうね先に、今チャンスだから。 OKOK 回しちゃう回しちゃう、これ私どうせ持って出てかなきゃいけないから。うわ無理無理無理ふざけんなお前、来んなよ。ちょっと待ってちょっと待って、今開けるから、誰か援護してくれ頼む。これがね腰で通れ、しゃがんで通れるだけ開けばもうそれで OK なんで、もう立ってね全開にする必要はないんですけれども、まあね一応開けとこうねって話動きやすくなるんで、オッケー、これが限界、行きましょう。もう一個もう一個みんな死んじゃうみんな死んじゃうよ、トラッ、うわいてとりあえずフレアだけでも撃ってこようね。これでトラックのところに荷物を置いてフレア発射しちゃって、これはやばいな。ここにトラックが普通来るんだけど、私は生き残らないとやばいねこれ、リスポーン。あとでも2分かきついな、私がピストン輸送全部するっつったってな、厳しいなこれ、ちょっと厳しいぞ。この中入れないか、入れない、うーんどっかに乗っかないときついな、どっかいいとこないかな、トラックこの上乗れないかな、あっちからも来てるか、このトラックでいいか、このトラック乗るか、よし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 、乗れ乗れる、あーいいねいいね、あこのトラック乗れんじゃん、ここでなんとか時間稼ごうか、ここで時間稼ごう、よしここ時間稼ごう。ふう2人が1分ちょいか、1分まあ待ってればいいかな。わーこれ大丈夫かな、私ここでここで吸い込まれたら終わる、よかったここここ強ポジでした、ここねいい。じゃ あのみんなに、私強ポジで無敵だからリスポーンしてもらって、私がねここでウォーカーを集めましょう。トラックあっちに来たか、あでもみんな取り行ってるね、大丈夫だ、よし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 、あとはバック回収してもらえればねそれで終わりだから。ここにみんな集まってるだろ、もう私のところにさっきから。これで私が音立てまくって呼びましょうね。よし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 、みんな取ってるぞ、いい感じだ、回収して帰ろう。武器もね手に入れたからいいねいいね。さあもう一人リスポーンしてくるぞ、いい感じだね。なんか少ないな、ウォーカーどこにいるんだあいつら、なんかどっかで引っかかってんのかもね。いいぞいいぞ頼んだぞ、これ悪勝だね、これいいパターン、やっぱ一人この強ポジに入って呼ぶっていうのがいいね。うーんバッグをみんなでわさわさ運んでるね、よしオッケー。じゃあ帰ろうか、もうみんな来たよね、よしオッケー、オッケーだね、よしじゃあみんなとついていこう、それいけー。なんだこいつ一人だけ足速えな、
走ってるの。ランナーがいるぞ、一人。やっつけとこう。キョッキョッケー。まあね、そんな特別なことはないですね。うん。特別なことはない。むしろ、素早いく、さっさっさってやるテクニックが求められるみたいな感じですね。はい、じゃあね、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。まあ、気をつけるのは、そうね、一人がおとりになって、強ポジに入っておとりになってっていうのがね、最後強力かもしれないね。中でも強力ですし、バッグをあと落とすところを間違えないようにしてみてください。それだけですね。あとは、普通の戦闘ですね。じゃあ、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。ほいじゃ、またね。チャンネル登録、英語なので、サブスクライブをすると、検索しないでも更新動画を確認することができます。チャンネル登録は右下のラビナイトアイコンの方から、もしくは画面下のサブスクライブボタンの方から。